前橋文学館。日本近代史で有名な萩原朔太郎を記念して作られた文学館です。2階は常設展示室になっており、朔太郎の著作や遺品を展示した朔太郎展示室と、前橋ゆかりの詩人や文学者たちを紹介する近代文学展示室があります。3階は総合文化空間。市民主催の写真展や絵画展などにも開放するオープンギャラリーや、芸術文化事業の会場となるホールが完備されています。萩原朔太郎記念水と緑と歌の町前橋文学館です。こちらの文学館では、詩人萩原朔太郎をはじめとする前橋ゆかりの文学者の常設展のほか、様々な企画展を開催しています。前橋にお立ち寄りの際はぜひお越しください。